シャーシュジャーはイランを支配したムザファル朝の第二大君主。父は初代君主ムバーリズ・ティーン・ムハンマドで長男。1359年に父が孫のシャー・ヤフヤーを溺愛したことが不安になり、父を廃して目を潰して遊兵し即位した。即位した後は一族の反乱、特に自邸のシャーマフムードがジャライル朝のシャイフーバイス一世と手を結んで、 反乱したことに悩まされたが、幸運にも1374年に、両名ともに死去した。このため、一気に旧地から脱して逆に、ジャライル町に侵攻する。ジャライル朝では、内紛が起こっていたため、その領土を奪っていった。シュジャーはイラン南部、北西部へ勢力を拡大するため、積極的な軍事行動を行った。アゼルバイジャン遠征には成功した。なが直後に、 本拠で反乱が起こって撤退を余儀なくされ、長男のザイヌル・アービディーンをジャライル朝の王族と婚姻させて支配の強化を図った。だが、この婚姻策は失敗し、ジャライル朝はイラン北西部に侵攻してその領土を奪った。また国内では、老いのシャーマンスールによる反乱が起こり、国外からはアフマドの侵攻に悩まされ、王朝の安定化を実現できなかった。 1384年10月9日に本拠シーラーズに帰還して間もなく死去した。ありがとうございます。